お疲れ様です今日の何やってんだよニュースですけども、まあ、神町の副課長の男性がですね、52歳にして、女子トイレにカメラを設置して、盗撮していたというね、ちょっとやめてやってほしいんですよね、トイレぐらいはゆっくりさせてあげてほしいと思うんですけどもね,ね、カメラが仕掛けられてるかもしれないって思ったら、もうおちおちトイレにも入れないですよ、盗撮したことは間違いないって。 お前のの頭間違えてるんじゃないいかというとうころがありますけども、ねまあ町役場の人もちょっとこう心配ですねもう大丈夫でしょうかこんなことをしていてどうしてこんな人を採用しちゃったんでしょうかそれともこういうふうな盗撮しやすいような環境にあったんでしょうかまあいずれにしても何やってんだよと言わせていただきます